Hello everyone, I'm Susanna. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はね、簡単にできる、紙くるみで持ち手をやっていきたいと思います。で、今日用意しているのは麻ひもなんですけど、麻ひもでする、紙くるみの、持ち手をしたいと思いますので、ぜひよかったら見ていってください。で、だいたい15センチぐらい、まず糸端を残します。で、今日はね、3ミリを使ってるんですけど、細めの方が多分うまいこといくと思うんですよね。で、結び目を作ったら、鎖を80目します。今20目なんですけど、これでだいたい多分15センチぐらいなんですよ。で、だいたい60センチぐらいの長さのものを用意するので80目していきます。で、鎖が80目できたら糸をカットしましょう。また15センチ程度残しますよ。で、こちらを3本用意します。はい、鎖編みをした、紐が3本出来上がりましたら、3本一緒に持ちます。ずれないように固結びをしますね。そしたらまた紐を用意して結び目を作りましょう。結び目を用意したら、糸端は進行方向に合わせて、今固結びをしたすぐそばに細編みで取り付けます。そしたらここから細編みで編みくるんでいきましょう。その時にきっちりと中の鎖が見えないようにきつめに細編みを入れていきます。
取り付けた糸端も一緒に編みくるんでいきますよ。一目一目丁寧に隙間が開かないように細編みで編みくるんでいきます。時々裏も確認しながらきっちり編めているか一目一目丁寧に編んでいってください。綺麗に編みくるむ方法なんですけど、こちら側からかぎ針から紐を糸を取ってくるときに、この時点でそばしておいて、次ここですね、この状態でもう、あ、くしゃみが出そう、ごめんなさい、朝日もちょっとアレルギーがあってマスクしてやればよかったんですけど、昼間どうってことなかったの、夜になった途端こうですね、ここですね合わせて、で引っ掛ける、でここでちょっとずらしてあげて、もうここで並べてあげるんですね。だからかぎ針をくるっと入れて向こうサイドに取ってきたら、向こうサイドを取ってくるときにキュッキュッと揃えてあげる。でこっちに持ってくるでしょ。で次こっちの手でまた向こうに取りに行くので、揃えてあげる。すると比較的綺麗に巻けますので、こうですね、もうこの時点でこっち側に揃えといてあげたのを持ってきて、またこっちで少し左にずらして、これから編む糸左にずらして、そして細編みを入れる。でちょっとここ残ってるんですけど、ほどいたらいいのでもうカットしますね。で最後鎖を一目してカットします。で、2本準備します。
麻紐は結構ほこりが出るので全身コロコロが手放せません。でこちらが表でこちらが裏なので、この糸端をまずこの裏側に隠します。ちょっと硬いので。で、反対側も同様に隠しますよ。ちょっとね、若干長さが違うんですけど、同じぐらいの位置に合わせてこんな感じで、折り返してぐるっと巻いてあげます。でこちら側も同じように折り返してぐるっと巻いてあげたら、ここが輪になるので割と動きがいいのでね、こうくるっとこう回転しやすい。それと、あとは、今回のポイントは、ショルダーで持てる長さ。ショルダーバッグにしようと思ったので、ショルダーの長さにしてます。なので、もう一箇所固定したらおしまいですね。もう一回一緒にしておきます?まずこちらの細い方の裏側から糸を通して、もう一度裏に返していきますよ。そしたら合わせ位置の本体の方に刺して、で戻します。そしたらあとはもうぐる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 巻くだけなので、ちょっとね、長かったからボタンが引っかかっちゃう。いろいろ出てるしね。ここがね、ボタン。よいしょ。
で、まず、この、ここが隠れるまで巻いていきます。そんなに神経質に巻かなくても大丈夫。で、ギリギリまで来たなと思ったら、一番端を止めてあげるとね、多分うまくいくと思うので、おっとっと。ペンが落ちた。そしたらまた引き続き、ぐるぐるともう数周巻きます。ちょっとね、きつめに巻いてもいいですよ、最後は。そしたら内側から裏に向かって刺します。刺したら巻いてたところで結び目を作っておいて、入れますよ。これだけ。多分もうこれでほどけないと思うから、あとはもう紐を切ったら出来上がりということで、これだいたいね、同じ長さ。ちょっとこっちが短かったかな、どうかなって感じだけど。で、表側に表が来て、裏はこっちですね。このこちらが横線が入っている方が裏だから、表裏を間違えないように気をつけて作ります。はい、できた。よかったらぜひ皆さん、試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。Thank you for watching. See you next time.